誰？あ、後ろ？え？ついてる？腕がついてるって。いや、おっさん。え、ついてない。ん？ついてない、ついてない。え、見えない、見えない。あ、嘘？先生、嘘みたいです。冗談やめてください。水持っていってね。あれ？キャップがない。キャップって。あ、持ってっていい？飲んだ？あ、飲めるよ。飲んでも飲めるよ、ちゃんと。飲める飲める。一枚だけ。多分ね、撮ろうとしてもね、なかなか撮れないんだよね、写真。撮らせてもらえるんだったら。どうしてくれた？どうすれば撮らせてくれる？お腹すいた？お腹すいた？何食べたい？何でもいい？チョコレート？あ、わかった、買ってくる。そしたら取らせて。いい？はい、いいそうです。チョコレート。なんか、さっきスーパーありましたよね。はい。買ってきました。できたよ。あ、ごめん、チョコ。チョコ忘れた。え？こっち来たら？こっち。え、ここでいいの？なんでここ、冷たくないの？え、取れない。さっき刺身って言ったでしょ、ボソッと。買ってきたよ、刺身。買いに行くときに、最後に、刺身って言っといたから、刺身買ってきた。ん？あるある、それ買ってきた。はい。ん？あ、ダメ？はい。あ、こうするタイプだね。こっちだけ？いい？あります。オメリー。はい。どうぞ。あ、逆、あ、ごめんね、逆。はい。はい。ん？いいようです。どうぞ、ゆっくり食べてください。もう、チョコレート忘れてた。
言ったけど忘れちゃった。刺身って最後に聞こえたから、刺身刺身って考えてたら忘れちゃった。ごめんなさい。どうぞゆっくり。恥ずかしい？見られてるの？食べてる。で、こっち向いて。ん？お前にしてお前に。食べられる姿がちょっと恥ずかしいそうです。ね、神社にいるってことはさ、本当は上の世界に行きたいんじゃないの？それもあるけどね。やりたいことって何？やり残したことって。教えてくんない？写真撮ってもいいのかな？もうちょっと離れて。わかった。離れてほしい。じゃあ、こういう、なんでカメラが嫌なの？気になる？こっからだったらいい？じゃあ撮っていい？え、そんなに不思議見える人って。ああ、でもそうだよね。なかなかいないよね。こうやって見える人って。たまに言われる訛りって。福島県です。分かった。動かない。もう一枚だけ。なんか、もう一枚。じゃあ、こうしない。また、殺された人に今日、もし会えなかったらまた必ず来るから、そしたらチョコレート買って。で、チョコレートを買ってくるから、そしたら、その時に、ノリトとか、上に上がる。そう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 。その時までに、やり残したことやっといて。いつ来る？ん？明日来れない。そこを約束できないな。1ヶ月もかかんないと思うんで。ちゃんと来るんで、約束します。じゃあ、次来た時に、ちゃんとチョコレート持ってくるんで、そしたら、取らせてもらったお礼に。その子は、呪うだって。今度チョコレートを持ってくるんで、で、やり残したことあったら、それまでにやっといて、今度来た時に、上に行ってもらうよって言ったら、忘れたら呪いよって、3人呪いよって言ってるんで、約束ちゃんと守るよ。ごちそうさま。ありがとう。いい？わかるかと思うけど、変に、その辺の人に、ついていってダメだよ。悪いことしちゃいけないからね。悪いことしたら、そういう言葉唱えちゃうかな。例えば、その言葉唱えたら苦しいんだよ。いいの？え？やってみる？これより魔物と思うなき。ごめん、分かった。いやね、約束ね。ちゃんと来るから。じゃあね。はい。バイバイ。ちゃんと来る約束をしました。
なんかこの辺前あった霊がいたじゃないですか、殺された。その人の気配に似たようなものが感じるんですよね。どこだろう。気配が感じなくなりました。あ、消えちゃった。パッて今、70代の方がいたんですけど、見た目がスッて消えちゃいました。いい曲を聴くことになります。ちょっと女性に霊がついてたんだ。ちっちゃい子がギューって首絞めてた。ちっちゃい子がギューって首絞めてた。あ、離れたんだ。大丈夫です。奥に一人ポツーンと立ってる女性がいまして、何歳だろう。自転車のわかります？そこの横に立ってるんですよ。こんにちは。あ、見える見える、そう。見えたから声かけた。どうしてここにいるの？ん？教えてほしいなって。あんまり話したくない。誰もいないよ、そっち見てても。誰かいるの？ね、この辺りにさ、20年ぐらい前でさ、殺人事件があったのってわかる？そば、あ、そうそう、そば味、そば味っていうか、そう。覚えてる？うん。ね、その人のさ、霊って言ったらいいんだけど、どこかいるかわかる？見てない？最近。見てない。なんか情報とかあったないかな。情報。もう何ずっとこっち見てるの？なんかあんの？ここなんか関係あるの？うち。言いたくない？ああ、いいよ、そう言わなくても。まあ、新聞で見たんだ。で、この辺の人？違う。ね、どうして自分から寝ちゃったの？事故？病気？言いたくない。知らない。なんか気になるものあるの？あ、そう。紙持っててさ。
なんでこっち見てる？何合うの？いい？一回こっちだけ。どうした？覚えてる？この事件って。血だらけになって。地面に一回会ったことがあって、去年なんだけど、すごい血だらけだったのね。で、それでどうしても気になって、今日会いたいなと思ってきた。なんか聞いていけないかな。え、聞いていけない？その男性。あ、そうそう、なんか調べたら、結構いろいろ、痴漢みたいなことしてた。え、似てる人いんの？近く。え、どこ？この辺にいるの？嘘。何歳ぐらい？見た目。50前半。40から50前半。似たような人。なんでその男性って思ったの？なんで犯人見たの？誰かがそういう話してた。わかった、ありがとう。じゃあね。ずーっとこっちを見てる方でして、パジャマ着てるんですよ。白いパジャマで。で、何してるかわかんないんですけど、で、その、こういう事件があって、その犯人みたいな方は情報ない？何か知ってる？って聞いたら、まあ、霊同士もやっぱ話せるみたいで、聞いた話によると、この辺に住んでるよって言ってました、この辺り。たださっきの俺、ずーっとこう向かい側のお家見てたじゃないですか。は、視線、ずーっと合わせないんですよね、僕の顔も。本当に表情も。人、全然変えずに。そっちの、もうなんかすごい気になります。意外と霊って公園とか来るんですよ。水とかあるじゃないですか。すみません、いないです。誰も。去年あった場所の近くに、今度行ってみます？その方が早いのかなと思います。